4、5ってことは6もあり得るってことですね。1、2、3、6ですね。いや、1でいっときましょうよ、1で。おちゃんと1。あ、よかったです。こんにちは、ケンコです。皆さん、ボンジョルのケンジです。盛大なサムネとは裏腹に身内のレースでございます、はい、茂木ショートコース選手権第4戦やってきました。ありがとうございます。今回耐久レースということで、普通のね、茂木さんいつもスプリントレースをお送りすることが多くて、なんかダイジェストで耐久みたいな感じでね、結構ケンケンチャンネル流してきたんですが、今回は耐久のみの動画ですね、はい、なぜかだからもう今回はスペシャル中もスペシャルですわ。今回やっちゃってます。やっちゃってます。本当に。というのもあの JSB のね、あいつらがいる。あいつらがなんでだみたいなね。そうね。野沢浩太選手と水野亮選手がですね、今回参戦しているということで、昨日カイトもいますから、ね。まあカイトはねもうおなじみなんで、はい、あれなんで。豪華メンツでね、この耐久レース、耐久レースを戦っていこうとお届けいたします。で今回ね3チーム、ございまして、まず私ボンジョルのケンジと、いつもねチームケンケンの全日本、スタッフとしてね、メカニックをしてくださっている市川さんと私ボンジョルのがコンビを組みまして、この黄色いバイクで戦っていきます。そしてねこの注目どころの野沢浩太選手と水野亮選手がこのゼッケン3番の赤いねアステモカラーの車両で走ります。そして、まあ、第3チームというか、まあ、奥のね、こう映っているゼッケン50番、まあ、メガネ健吾がいつも乗ってる NS50 に乗って、まあ、3人チームがね、ちょっと身内争いというか、全員同じこの NS50 に乗ってね、レースをするという今回の動画の内容になっております。結構やっぱ同じバイクだからこそね、絡みも多くなっていくと思うので、まあ、そういったところぜひお楽しみください。というわけでもうそろそろねグリッドの整列が始まりますので、レースの模様をどうぞご覧ください。緊張してね全然緊張してる。いるじゃないですか。
スタッフ兼ライダーが。ですね。線路は？まずはトルコチョムからスタートライダーは次のライダーの選手です。ありがとうございます。負けねえかんな。ちょっと。面白い。
ください。
開幕戦からも随分強烈になるのかといったところですが、しかし今現在は2番手走行後の両足耐久。じゃあ前傾50がピットに入りました。頑張って、エンジョイであったり ブラックフラッグがなければ。後ろ走りたくなかった、水温上がっちゃって、充実度合いが違う。いやいやいや、最後抜かれた39番で順位が変わっちゃった。いや俺のブラックフラッグがなければ。いや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 、勝負には勝てなかったです。はい、悔いはないです。なんだぞ。そうですね、今日朝エンジンが壊れちゃって、でまあ、みんな手伝ってくれてもありがとうございます。で、まあ、そこから今日走れることになったらすごいラッキーだったんですけど、まあ、思ったより走りもプライドも良かったので、まあ、お互いに上手にいかなかったんですけど、僕もないし早かったです。バッテリングファイトいいですか、風向きを考えてくださいよ。それではバッテリングファイト、どうぞおめでとうございます。ちぃー昭和天皇の世界から2年後に行くから2年後の東海大学院山口大学院選手第2位選手また今アカデミー現場の技の効果で選手を選手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